はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、淡麗のね、このキリンの淡麗生がですね、リニューアルして、フルリニューアルということで、淡麗の極上生に変わりました。ので、こちらをね、飲んでいきたいと思いますが、同時にですね、こっちも売ってましたんで、コンビニでね、まあ昔の方ですね、これと飲み比べをしたいと思います。淡麗の極上生、こちらですね。新しい方は、アルコール度数 5%、5.5% で、ビールのうまさに挑んできたキリンの淡麗生がさらに美味しく生まれ変わりました。大麦 40% 増量でコクが進化。ダブル仕込み製法でキレも進化。淡麗史上最も力強い飲み応えになった極上の生をぜひ。ということで、原材料が麦芽とホップと大麦とコーンと糖類。となってます。そしてこの昔の方も、アルコール度数は変わらず 5.5%。原材料が、こちらは、麦芽とホップと大麦と米が入ってますね。米が違う。あとはスターチも入ってるね。米とスターチが抜かれた感じなのかな。こっちは米とスターチが入ってる。で、この新しくなったのは入ってません。そしてカロリーは、一緒です。カロリーはどちらも 100ml あたり 45kcal。まあ、多分ね、俺が思うにね、古い方がうまいと思う。多分。なんでフルにリニューアルしたかっていうと、多分、もう、あれなんじゃない？採算合わなくなったんじゃない？原材料高騰とかで。わからんけど。淡麗のね、生美味しい。これうまいからね。この値段が120円ぐらいだっけ？140円かそこら辺。120円ぐらいでしょ。それでこのうまさはね、まあかなり、あれですかね。それではまず、ね、キリンの古い方から、乾杯。こっちはね、どうやら、本当にマジで売られてないところには本当に売られてないみたいな。スーパーには売られてなかったんですけど、コンビニにはね、両方売られてて、なぜかこの、ロング缶の方が、このリニューアルされたやつで、で、普通の350のやつが、この古いやつだったんですよ。俺のセブンイレブン。美味しい。結構甘みがある。これ非常に、素晴らしい。発泡酒の中で一番美味しいと思うね。それじゃ新しくなった。極上生いただきます。結構違うね。やっぱり俺が思った通り、キリンのね、こっちの方が、淡麗の方がね、昔のやつの方が美味しい。なんか昔のやつは結構旨味がある。甘みというか旨味。麦の旨味みたいなのが。で、多分米のなんか甘さみたいなのもありますね。だけど、こっちは、なんかちょっと、甘さがなくなって、
ドライにはなってるような気がするんだけど。大麦 40% 増量でコクが進化って書いてあるけど、別にそんなにコク増してないんだよな。むしろちょっと薄くなった感じ。こっちの方がね、正直美味しい。ちょっと甘みがある。甘みがある感じ。こう、麦の甘さっていうのか。そういうのがある。こっちはね、なんかね、キレを重視してる。こっちはね、コクの方が、コク進化とか書いてあるけど、全然進化してない。むしろ退化してる。退化してる。やっぱうまいな、こっちの方が。キリン鍛錬生の方が、うまい。断然。断然美味しい。どう見ても。なんか全体的に酸味が増してちょっと薄くなってるような感じですね。その薄くなったことによってなんか、こう辛口にはなってるんだと思うけど、所詮って感じですね。サイトに見ると、お客様の評価。本当かよ。なんか全体的に評価が軒並み上がってるんだけど。嘘をつくなよ。嘘くせえな、これ。ただの、あれじゃないか。キリン社員の明らかになんか怪しいステマみたいなのが入ってる気がする。嘘くせえな。で、俺が信頼するビール発泡酒チューハイの部屋、こちらを見るとこれで多分もう紹介してるんではないかと思いますが、まだ紹介してないか。あ、紹介してないか。だってこれ4月1日にリニューアルって書いてあったから。4月1日。まだ4月なってないんだけど。もう4月までにはもう全部あれなのかな。全部変わりますよっていう。そういうあれなのかな。多分そう。2015年4月フルリニューアルだって。4月までにはもう全部、なくすんでしょうね。おそらく。あ、あった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 。3月1日にレビューしてる人がいて、レビューしてますね、この人ね。グラスに注いだ液色は割としっかりめの黄金色。泡は粗く、泡持ちはあまり良くない。香りの基本は従来品と変わらない引き締まった抑制的なホップ香が効き、
やや金属的な印象は、例えばアサヒスーパードライなどにも似てる。発泡酒特有の臭みは、従来品よりは少し弱まったかもしれない。口当たりは結構重たい。強い苦味がぐっと押してきて、その後にモルトの甘み、旨味が、じんわり広がる。最初のパンチに比べ、コクは乏しいものの、逆に言えばコク不足の点だけがビールと比べて物足りないところであって、それ以外不足はない。後味も非常にクリアだよ。上記説明通り、従来品からさらに力強さが加わり、飲み応えは増した。もともと淡麗はかなりビールに近い味わいで人気を博してきたが、さらにビールに肉薄したと言える。肉薄ってどういう？肉薄か。ああ。あ、じゃあよりビールに近づいたっていうことなのかな？じゃあこの人はあれなのか？この人は高評価。前より良くなったと言ってるんですかね。多分ね。へぇ。へぇ、それは意外ですな。で、俺がもう一つ、レビューサイトで、あれしてるのが、ワールドビール、ビール、世界のビール、サイト、のところなんですが、これを見てみましょう。ありました。やはり若干のコクの乏しさは致し方ありませんが、雑味なくすっきりクリアに仕上げられていると思います。で、総合評価が三つ星。コクと喉越しと苦味と甘みすべてが三つ星。総合評価も三つ星。となっているようですが、そして、この、キリン淡麗生の評価を見ると、あ、これも総合評価三つ星。で、コクが二つ星ね。喉越しが四つ星。苦味が三つ星。そして甘みが二つ星。ああ、でも全体的には同じような感じなんですかね。喉越し。喉越しか。でも俺は個人的にやっぱこっちの方がうまいな。ああ、でも残念だな。まずくなったよ。個人的にまずくなったんで、残念です。これ美味しかったんだけどな。とうとう、あれか。また一つ俺が好きなビールが消えていくのか。また一つ。また一つ。美味しかった。美味しかった、あの頃のビールはもうない。やっぱ明らかにね、甘さがね、弱い、こっちは。甘さがなんかね、ない。こっちはね、結構甘めになってる。甘い。甘いっていうか、
甘いってほど甘くもないんだけど、甘さが、こっちは、ちょっと酸っぱくなってる。なくなって酸味が増してる感じ。だから全体的にこっちの方が飲みやすい。こっちはなんか味が薄くなったような、なんか酸味が強くなったような。感じ。残念ですな。極上生ね。もう、まあでも発泡酒はかなりね、まあ、まあでも第3のビールも安いからあれなんだけど、まあ120円でこの味ですからね。180円のビールにはまあさすがにあれだけど、120円。第3のビールにプラス20円するだけでこのうまさだったのが、これになって、もう買わないです、これは。これ、もう買わなくていいな。あ、でも、唯一あれか、まだ残ってるのが、キリンのグリーンラベルか。グリーンラベルですよ。淡麗グリーンラベル。これは原材料とか変わったのかどうなのかわかんないけど。どうなんでしょう。原材料変わったのかな？グリーンラベル。製品情報。あ、昔のまんまですね。原材料がバクアート、ホップと大麦と糖類。ただ、アルコール度数が 4.5% と低い。まあ、淡麗グリーンラベルは美味しい。まあ、美味しいって言っても断然こっちの方がうまいんだけどさ。あ、やっぱこっちの方がうめえな、だいぶ。だいぶうまい。そもそも、なんか、うまみっていうか、何度も言うけど、麦の甘さが感じられるよね。こっちはね。それがやっぱり人間違う。ああ。もうダメだ。発泡酒はもう買わんぞ。もう買うもんなくなった、ほとんど。本当になくなったわ。発泡酒の中で唯一飲みたいっていう発泡酒が唯一これだったのに。ふざけんなよ、キリン。マジで。マジふざけんなよ。第3のビールの方がうまいじゃないか、これじゃ。っていうか変わらんぞ、第3のビールと。多分原材料ぐらいしか変わらんぞ、味。多分味変わんないぐらいだよ、もう。原材料だけ違うけど味は変わりませんみたいな感じ。うん、いや、変わらないってこともないけど、あー、でもきついな。あんまり美味しくなくなったよね。だいぶね。
この甘み、旨みっていうのが消えたことによって、だいぶ、個人的に、がっくしきました。でも未だにあれなんじゃない？まだあれ売ってんじゃない？大瓶は。実はこれ大瓶もあるんですよね。大瓶中瓶かわかんないけど、瓶のやつもあるんで、瓶のやつ扱ってる店だったら多分、飲みたい人だったら瓶のやつは残ってるかもしれない。うん。多分、もうほぼ缶は消滅したんではないかと、俺は思われます。うん。まあでも、まあ残ってるところには残ってるけどね、普通にね。ただ、俺が行ったスーパーでは売ってなかった。売ってたのがこんぐらいのさ、ちっこい缶。ものすごいちっこいやつ。150cc か 100cc ぐらいのやつ。あれはあったんですけど。もうそれ以外全部、これに変わってて。たんで。まあ、酒屋に行けばおそらく売ってると思うんですけど。瓶のやつがね。あー。今度それ記念でちょっとキリン鍛錬生の、お葬式をやるか。お葬式で、まあ、今度行った時俺がもし売ってたらね、瓶のやつ買ってさ、瓶のやつ2、3本買ってさ、お葬式でさ、お葬式、納め、キリン鍛錬生納めやるか。もう、やだ。これ、もう、またこう、がっくしきたのはあれですよ。ビール市場、俺がね、あれだ。がっくしきたの、これで2回目ですよ。人生で。ビールでね、あれね。1回目がね、あれは、あれキリンか、ブラウマイスターってやつ。ブラウマイスタービールね。あれがね、通年販売だと思ったらね、普通になくなったり、消滅してしまって。今じゃもう、今だと売られてはいるんだけど、樽生しか売ってないんで、業務用のやつしか売ってないんですよ。みんな買えるかい？ブラウマイスターの缶のやつな、昔売ってたんだよ。10年前ぐらい。いや、10年前は言い過ぎか。10年前だと俺17歳になるから。飲んでないことになる。7年前ぐらいかな。売ってたんですよね。あれが本当に俺のビール史上、最もうまかったビール。俺のビール史上、生ビール史上最高にうまかったビールがブラウンマイスター。あれは最強。もうあれ以上のね、味、ビールない。うん。苦味とコクと、ね。すごいよ、あれ。飲んだ人いる？ブラウンマイスターっていう、キリンのブラウマイスタービール。一番最近で飲んだらそれの近かったのが、ほら、前に言ったけど、なんだっけ。キリンのなんか、ブラウマイスターの、なんか、あったっしょ。あれ、なんだっけ。コンビニ限定のさ、ブラウマイスターちょっとググってみるか。やばい、だいぶ酔ってきたぞ。俺が酔うと、ちょっと本音がね、本音が飛んでくるよ。ブラウマイスターは、まあ一応今売ってんだけど、樽生しか売ってない。これに一番味が近かったのが、これキリンのね、一番搾りプレミアム。ブラウマイスター責任監修ってやつね。これはギフト限定って書いてあるんですけど、前飲んだね。普通に売ってたんで買ったんですけど。これが一番近かった。
ブラウマイスターに。一番近かった。だって、ブラウマイスター責任監修って書いてあるんだもん。それは近いわなって。うん。キリンのブラウマイスターはね、本当にうまかった。でもやっぱりこの一番搾りプレミアムにも、やっぱね、どう見てもやっぱりブラウマイスターの方がうまかったなと。缶のやつね。特にあの、缶と結局あの、俺が言うんだけど、俺の持論としてはですね、缶と瓶、この二つがあったらどっちがうまいかって。正解は缶なんですよ。俺はね、あの、大体普通の人は、あの、瓶の方がうまいとかって言うんですけど、俺はやっぱ缶の方が断然美味しいと思うんだよね。なんでかっていうと、俺あの、この鉄の香りっていうか、このアルミの香り、この中に入ってるわけだから、当然ビールっていうのはこのアルミの香りがやっぱついちゃうんですよ。で、この香りがね、やっぱいい味出してるっていうか、いい香り出してるんだよね。うん。これが付加されて、俺この香りっていうかあれが結構好きなんで。この缶の香りっていうか。だから、俺はやっぱ瓶よか全然缶の方が美味しい。だからエビスビールとかも、あの、本当は金があれば、あの缶の方買いたいんですけど、ただ、あの、現実、あの瓶の方がうまいっていう人が多いのに、ね？コスト面から考えると、どう見ても瓶の方が安いんです。段違いです。量的に考えると断然安いんで、缶の方が明らかに高い。量的に考えると。量を考えると。だって瓶だったらさ、あれ回収してさ、一本さ、あれ、5円だっけ？5円ぐらいで買い取ってくれるでしょ。もうそもそも、それでも安いのに、633ml なので、大瓶が。633ml 入ってるのに、値段が300円しないんだよ。瓶だと。ね、これが例えば、恵比寿の 500ml 瓶、あの、缶だとすると、あのね、恵比寿だとね、絶対 500ml のってことは、半分ぐらいの値段するね。500だから、250円ぐらいはする。絶対。ね。絶対最低でも250円ぐらいはする。でもね、瓶だと 633ml 入って300円しない。ってことは 33ml ぐらい安いん。わかります？この感じ。だからどう見ても安い。だから俺は飲む量の量が、ビールとかは結構飲むんで。まあ、ガチで飲む人だと、あの 500ml のこれを、あのね、ニコ生でいたんだけどね、あの毎日この 500ml のやつ、ビールを、あの6缶パックを毎日買ってるって人がいる。で、毎日飲んでるって人がいるんだけど。3リッター毎日飲んでるって人がいる。どんだけなんだよって。まずそこに、まずね、俺はそれが驚いたのは、あ、何が驚いたって、量も驚いたけど、一番驚いたのは、あ、こいつ、金持ってるなと。すごい金あるなと。うん。もうそれだけで、それ、500ml 6本入りだったら多分、いくらすんの ?1500 円はするよ、最悪。金あるな、と。羨ましいね、と。言いたいです。マジで。うん。まあ、どちらにしろね、ブラウマイスター。キリンのブラウマイスターさん。本当に美味しい。缶のやつね。本当に美味しい、これは。
まあ今でも売ってはいるけど、店には行けば売ってるみたいね。店の、キリンのなんか、キリン専用の店みたいな、があって、そこへ行くと売ってる。ああ、でもやっぱりさ、瓶でこう直接、ちゃう、缶で飲むのと、瓶で飲むのと、だとやっぱだいぶね、違うんだよ。この缶のアルミ臭さっていうのが、だいぶ味がね、味に影響を与えてる。ああ、このアルミ臭さが好きなんだよな。だから絶対ね、缶の方が俺は好きなんですよ。缶が一番うまい。ビールは缶。恵比寿ビール、今のところ、まあ一番ね、恵比寿ビールとか、美味しいんですけど。恵比寿ビールはやっぱ缶だな。うん。金あればね。買ってるんですけど、ね、まあブラマイスターはね、苦味も強かったし、それ以上にコクが強かったね。ブラマイスター、非常に美味しいビールでした。あれは。そしてキリン淡麗生、こちらもね。はぁ、でも亡くなったことによって多分悲しむ人結構いると思うぜ。味違う、変わったとか。俺みたいにまずくなった。よし、まずくなったんならもう買い占めるしかないみたいな感じの人間が出てきて、うわ、今残ってる店のやつ全部買おうぜみたいなのがブワーみたいな。なる可能性があるんで、多分、どんどん品薄になってきますよ。もう一刻も早く飲みたい人は、淡麗、キリン淡麗生。ね。まあ。飲みたい人はぜひね。ちゃちゃっと買いに行った方がいいよ。マジで。もう味全然違うからね。うん。バカ舌の俺でもわかる。バカ舌の俺でもわかるぐらい。全然違うから。うまさは違うから、だいぶ。ということで、どうでもいいんだけど、これ未だにこれ残ってんだけど、アルコールフリーのやつ3本まだ残ってる。これ3缶残ってる。もう飲みきれんわ。淡麗、コクがね、余計になくなって、で、甘みもなくなって、香りはちょっとあるのかな？まあ、微妙だな。どちらにしろ全体的になんか死んだ感じ。ダメだね。2232、ご視聴ありがとうございました。